カール2世フリードリヒはドイツのブラウンシュバイク公。ブラウンシュバイク公、フリードリヒ・ビルヘルムと、そのその妻マリー・フォンバーデンの長男、ビルヘルムの2位。1815年に父がナポレオン軍との戦いで戦死するに伴って、行為を継いだが、未成年のためおばの夫であるイギリスハノーファー王国の摂政宮、ジョージの貢献下に置かれた。 カール2世の18歳の誕生日が近づくと、彼の成人となる年齢をめぐって、揉め事が起きた。カール2世は18歳になると同時に成人して、申請を始めると主張したが、ジョージ4世は21歳になれば、成人と認める気でいた。両者は妥協し、カール2世が19歳の誕生日を迎える1823年10月30日が、成人日とされた。 1827年、カール2世は自分の未成年期に定められたブラウンシュバイクの法令の一部を無効とすると宣言し、この宣言はハノーファー王国との政治摩擦を生み出した。最終的にはドイツ連邦が両国の調停に乗り出し、カール2世は連邦の決定を受け入れて自分の出した宣言を撤廃した。カール二世の政府は広告の人々から堕落し、 道を誤っていると思われていた。1830年にフランスで7月革命が起きた時、カール2世はちょうどパリに居合わせた。彼はすぐにブラウンシュバイクに戻り、国内のいかなる革命的行動に対しても武力鎮圧を行うと布告を出した。しかし9月6日、カール2世は劇場から宮殿に戻る道すがら民衆から投石を受けた。翌日には、 退去して押し寄せた群衆が宮殿になだれ込もうとし、カール二世は避難を余儀なくされた。宮殿は放火され、全焼した。9月10日にカール二世の弟ビルヘルムがプロイセンからブラウンシュバイクに戻ると民衆はこれを歓迎した。ビルヘルムは兄の摂政となるつもりで行ったが、結局は兄に代わって広告の君主になることを選んだ。カール二世は弟から 君主の座を取り戻そうと何度か試みたが、いずれも失敗に終わった。ヨーロッパ中の君主の誰もカール2世を支援しようとしなかった。カール2世は敗以後の生涯の大半をドイツ国外、主にパリとロンドンで過ごした。不仏戦争が勃発するとカール2世はジェノバに移住し、1873年に同地で亡くなった。彼はジェノバ市に 相当長くの財産を依存した。生涯独身で通したため、子供はいない。カール2世は、チェスの名手で、1858年に、アメリカ人のチェス王者、ポール・モーフィーと対戦して負けている。この時の勝負は、オペラゲームと呼ばれ、チェスの歴史において、非常に有名である。ありがとうございます。